これは私のワンピースです。しんだいくんとかではありません。みたいな時僕は眠たい、しかし撮影をしたい。それでは気分を上げるためにこちらの僕のご質問を見せた。プルルシャネル1957、こちらの香水を振りまいていきたいと思います。頭上にくっせ。はい、それでは今日何をやっていくかというと9点でそうでーくっそー。なんか暗いね今日は。ちょっと照明をたかずに、なんかこのなんていうのかな、これ深夜にをやります。今回も1万円分、もうこれ毎回もこれ恒例行事だから、もう今更みんな、へいヨコちゃん今日店内1万円分かったらすごいとか思わんと思うけど、まあ、私も思わんね。もう毎月通うけ。でもなんかね、これ先にちょっといきなり紹介するけど、このねハートの鏡が届くのがもうすごく遅かったので、全部商品が届くまでね1ヶ月以上かかりました。やっぱりコロナの関係とかもあるんですけどもね、コロナの関係があるのであれなんですけどね、人間にも物理にも危害をもたらすコロナ、危害をもたらすコロナ、ぶち壊すぞコロナー。まあね、長年コロナと付き合っていたらこういう風になります。人類は2019年の私に教えてやりたい。お前2020年楽しめると思うなよってね、その中でも楽しみを見つけていこうとか言うのは YouTuber なんだろうけど、私は言わない。もうしんどい、めっちゃ痛いしな。もう紹介します。1個目、じゃん、概要欄に商品の URL と値段とか、まあ、そういうのね、知ってる。みんな私は9点の動画上げるときに概要欄がもうそこら辺の YouTuber の人と同じぐらいに丁寧になってるの。あの時だけだからな、私概要欄を頑張るのは。楽しんでて、概要欄も。私概要欄いつも地味に書いてるから、一言ぐらい。クマとか書いてるから、みんな見てみて。1個目じゃん、こちら。ハンディファンでーす。もう夏終わるんだが。もうなんかさ、ちょっと待って。なんかさ、これ夏、ちょっと待って、夏終わるやんね。マジで使い道ないじゃん。見たことないじゃん。そのやり方。テンションがおかしい、真夜中。今ね、1時半なんやけど。いやー、やっぱお腹切るよね、この美。帝王切開とか言ってる。大丈夫か。今年は白のハンディファンを買いました。今年はっていうか、お前去年も持っとったんやねってみんな、なんかそのね、同時進行で新たな情報を得られていいね、一石二鳥で。知らんけど、はい、こちら去年はネイビー、同じ種類のやつじゃないっちゃけど、まあ、ネイビーの、ね、ハンディファンを持ってて、今年は白にしました。まあ使えんけどね、今年ももう涼しいやん今。ああAnd then you wanna go on the summer days on a stutter not to send a super yeah。 ちょっと息できんで今ちょっと見返した。いやこれいいね、普通に風強い。これ曲がるんよね、そしてこうなんか机の上でもこうできますみたいな。これいい、風強い、普通に気に入りました。来年使います。今年はもう使う場面、いやでもさ、やっぱ日中はまだ暑いけん、まあ使えるかな、ギリ使います。無理やり買ったんで。次じゃーん、こちらの寝ぼけ侍、ユニコーンかな、ちょっと分からんけど、のスリッパ、これを2個買いました。これはなんか羊かな、羊、そう、これとこれ2個買いました。私ね、スリッパがお家になくて、ずっとスリッパ欲しいなと思ったので買いました。まあ、なんで2個買ったかというと、まだ見ぬ彼氏ができた時に買いました。嘘でーす。まあ、友達が遊んできた時とかにね、剥げばいいんじゃねえと思って買いました。じゃーん。じゃーんっていうか、こっち見せられてもって感じよね。なんかちょっと待って。なんか。なんか臭くはない。なんか韓国のゲストハウスの匂いがしますね。これさ、画面越しみたいな小豆色みたいな感じやけど、クリームピンク、なんか薄いピンクみたいな色なんですよね。これを買いました。これね、履いてみたいよ。この羊の方はもう見ての通り、なんかちょっと結構くさびれとうてさ、こっちの方がね、これ履いてみたらめっちゃもちもちで、なんか歩きよう時にポッピン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 ってなって、なんかこう気持ちいい、もちもちしていて、すごく気持ちいいかった。だからまあスリッパ欲しいよねみたいな人は買ってください。次じゃーん、これさ、なんか全然可愛いものを買ってないね、私。マジで必要なものを買ってしまった。まあいいや。これ、モバイルバッテリーです。
さ、前までさ、あの、これがあるからねって、あの、ごっつい、なんだろう、あれ、なんかもう、下手すりゃ武器になるぐらいでかい、何、蓄電器を使ってたんだけど、これもでかいね、よく考えたら。これぐらいだけ前使えるやつ。あんま変わらん、変わらんね。まあでも薄いけん。薄いけん。バッグがちっちゃいけんさ、あんまそうでかかったら入らんなと思ったけど、なんかでかいの買ってしまった。で、この鏡野郎が届くのが遅くて、もうこれを、なんていうの、袋から出さずにいられなくて、もう充電満タンにしてやりました。な。充電満タン。いつでも使えます。私はね、明日からちょっと遠出をするので、まあ、持っていこうと思います。持っていこうと思います。次！じゃあ、問題児。龍がね、龍がが言ったマカマカマカローンのお店とかにあったハートの鏡です。まあ、どこに置くって感じなんやけど、なんかね、私んちめちゃくちゃ間取りがおかしくて、あのね、娯楽スペースみたいなの作れないんですよ。あの、本当はさ、フィギュアとかをめちゃめちゃ飾りたいんやけど、フィギュアを飾ったりするスペースが花どねえっていう感じでさ、ね、引っ越したい、もう早くも引っ越したいですね。私はあの、ニャンを飼いたくて、ニャン。猫ね。言うなら最初から猫って言えって感じやけど、まあ、ニャンを飼いたいから、だからつまり引っ越したいですね。私の今の意味ペット禁止だから、さ、ペット禁止だけど、まあ、亀とか分かってもいいかな。亀、タートル。亀大好きでさ、なんか爬虫類とか両生類とかするんです。スルピンやと忘れとった。なんかさ、これ、そっち向けたらあっちの世界バリ見えるよね。まあ、いいか。じゃん。こんな感じの。あ、それトイレやね、今。ちょっとドアはトイレ。ね、この時点でおかしくない？このソファー、テーブル、テレビ、目の前にトイレ。トイレと、お風呂、みたいな。これ何なのよ、この家。あの子にしたとかあんな、までも気に取ったんだよね、最初のうちは。最初のうちは良かったんです。だけど時間が経つうちに。このハートの鏡変えました。玄関に置こうかな。玄関は怖いなぁ。どこが行っちゃろう。鏡って普通どこに置くかいな、こういうの。寝室？でもさ、寝姿をさ、鏡に映すのがすごく嫌で、ね、寝ているところを鏡に映すのがすごく嫌なんよ。な、同じこと言ってない今。同じこと言ったな？てめえ。無駄な時間を使いやがって。編集がめんどくさいの？お前が至らないことばっかりさ、至らないこととをばっかり言うし、なんかその、言ってる意味がわかんなくて、その、主語と、完結のとこがこう結びつかないことが多すぎるんよ。お前、だから編集の時めちゃくちゃ困る、私。この、ここまでからここまでの会話切ったら、ここで話しようことが意味わからんくなるし、みたいな。で、あとからいきなり前に話したことを持ち込んできたりするけん。でも全部使わないかんじゃない。そしたらやっぱりその説明をせないかんくなるんよ。それを聞かされる視聴者の身にもなれよ。私はこうやって今自分に起こった話を聞かされる視聴者の気持ちにもなれよ。くそ。はい、次。ロマンドのリップを買いました。もうこの、可愛くないこの時点で。暗いね。ごめん、全然映らない。照明焚いた方がいいかな。まあ、今更じゃねえもん。いいやん。はい、こちらのリップを買いました。あ、これ商品名。これは、ゼロマット。なんかゼロマット。なんかマットリップなんだけど、とりあえず。9番。セルヌード。シェル？とりあえず9番です。まあ、URL とか貼るんで、まあ、そこから飛んでください。こんな色。でこれ唇に塗ってみたんやけど、まあ、衝撃的に薄くてなんかちょっとおでんくんみたいになっちゃったからあんまり使わんかも。なんかこういう色が好きな友達がいるからその子にあげようかななんて思っちゃったりして、まあでもとりあえずなんか色はすごく可愛いから、まあ、使えるもんならね使いたいんだけどあんまり似合わなかった私には。まああげるかあげないかは後で一人考えます。次じゃーん。なんかここボゴって、これは届いた時からボゴってなってた。そういうこともあるよ、やっぱ海外から届くし。長旅なわけ、私の家に着くまでに。だから私は怒ったりしないよ。ふざけんじゃねえ。まあ、とりあえず 3C のあの、グリッター、アイシャドウ、んグリッターアイシャドウを買いました。これ。もう今更、こんなんもう紹介されてもって感じかもしれない。有名すぎて。この涙袋に塗るやつ。もうまぶたの上でもいいけど。私はあの、そのまぶたの上に小細工を施すということは一生多分できない人類なので。てかさ、もう思ったけど二重整形した方が早くねってマジで最近強く思い始めた。死ぬまでワイプするん、ババアになってワイプするんとかさ考えたらもう怖くなったよね。なんか別にもう二重整形すればよくねとか思っちゃったり。だけどやっぱり私は一重を生かした撮影とか、そう一重を生かしたなんか生き方もしたい、生きたいから、やっぱワイプでいいのかなと思ったり。
これ正面と関東わからんよねって私が今顔めちゃくちゃやばかったよね。今始まった話じゃねし、一か別な。うん、まあキラキラになります。終わりー。今回何個買った？1、2、3、4、5、6、7、7個 買って1万。やっぱ9点って安いよね。なんかたまに大丈夫ってくらい安くない？ほんと、まあ消費者からしたら全然そちらの経営とか気にしていられるというか、まあ安ければ何でもいいんで、はい、まあやっちゃってください。これからも9点さん大暴れしていただいて、そちらが赤字になってもこちらが安ければ何の問題もない。じゃあね、みんなおやすみ、バイバイ。